どうもタブヤンです。デジャブ続きやっていきたいと思います。ワニがいるからこっから逃げよう。さあ部屋戻ってきました。左が、あ、ルーレットか。これ関係ないよな。なんか鍵がどっかに、景品で鍵がもらえるとかあるのかな。多分1階のあの右の鍵を探さないといけないんだろうね。スロットマシーン、うん、やってみようか。使おうかな。そうそう、コインを入れるんだったな。どうするんだ。コイン、コイン、コイン7枚、これか。何に使いますか。これだな。お、来た。ほい。外れか。まずいぞこれ。コインあと6枚。当たればなんか鍵が出てくるとかそういうことなんじゃない。気長にやろうか。いけいけいけ。なあ、やばい。20ドル札ならあるけどな。両替一回大当たりすればいけるんじゃね。どう。やばいぞ。追い詰められていっております。残り4枚。どうだ。そろそろお願いします、スイカちゃん。持ってないね。神経を集中して。これ別にスロットをね、目押ししてるわけじゃない。自動で止まるんだよね。うわラスト2枚か。使い切っていいのかなこれ。後々困るんじゃない、小銭なかったらさ。頼む。うわー、リーチも来ないこれ。嘘でしょ。ラスト1枚、頼みます。いけいけいけ。お、来た、リーチ。よっとー。何枚。10枚だ。ジャックポット、ジャックポット10枚。10枚じゃ足りないんじゃない。ということでこのまま10枚やり続けたいと思います。はーい。ということでなんか鍵が出るわけじゃなく27枚まで増えました。関係ないみたいですね。もっと戻りましょう。どうすればいいんだろうな。ちょっとあの死体があったところもうちょっと調べてみるか。こっから脱出したいんだよね。あ、出た。頭がクラクラする。2回目、やばい。ますます気分が悪くなる。急がねば。さあ死体のところもうちょっと調べたりした方がいいんじゃない。机を開けるとかさ。あ、やっぱり鉛筆と鍵3。
取りましょう。やった、鍵さん。鍵さん取る。よし。あと暗証番号だよね。ここ。暗証番号。なんか持ち物。関係ないしな。封筒って開けるとか。あ、封筒やっぱ開けれるんだ。封筒だもんね、手紙とかじゃなくて。請求書、請求書取る。調べるだね。請求書調べる。手も多いな。請求書。ドクターブロディがジョーのバーに、ジョーのバーに当てて書いたものだ。請求書。ああ、ジョーのバー、バーの経営者はジョーっていうのか。請求書。1注射器10ドル2薬ペンタソーダ56ドル、メドレジン26ドル、ダイサノール40ドル。あ、さっきの薬だね。合計132ドル。アドレス934シャーマンシカゴ。あー、じゃあこの、アドレス934シャーマンシカゴに行けば何かわかるかもしれないね。聞き覚えがあるようだが思い出せない。 OK。 鉛筆調べる。ただの鉛筆だ。よし、鍵さんで外出れるんじゃない。さあ鍵さん、これ合うんじゃないか。よし、開いたー。なんで内側から鍵閉めるのかわからないけどね。よし、外に移動しよう。おお、なんてこった。俺の目の前にピストルを持った男がいるではないか。何か俺に言っている。金を出せ。出さないとどうなるか分かってるんだろうな。小銭でいいか。小銭、渡すっていうのないから、使うかな。小銭、27枚全部渡すの。渡したくないな。ブラン、俺は25セントを渡した。俺をバカにしているのか。男はそう言いながらピストルを撃った。やられた。後悔先に立たずというやつだ。あなたはトイレの中で目覚めてから手探りでここまで来た。だがあなたは永遠に土の下で眠る羽目になってしまった。20ドル札の方だったか。あなたの判断は間違っていたのだ。ケチ臭かったか。ゲームオーバー。なんなんだあいつ。20ドル札渡さないといけないの。もったいないんじゃない。金を出せ。しょうがない、20ドル札渡しましょうね。これしかないんだ。男はスキップしながら去った。ああー、こんなボロい儲けはないぜという言葉を残して。腹立つなー。バーの前の通りだ。この車は私のかな。ベンツのドアだ。
鍵1か鍵2、車のキーじゃないな。おお、やっぱり私の車か。よし、乗ろう。移動、うわ、何この移動の多さ。え？どういうこと？これが、これかな？車に乗るの。あ、違う！え？どれなんだ？これか？あ、ベンツの中。これといって変わったことはないようだ。調べる。ダッシュボード、鍵はかかっていない。開けるかな。ダッシュボード、おお、登録証とかあるじゃん、スナップ写真とか。よし、とりあえず全部撮るんだよね。登録証を撮った、地図を撮った、スナップ写真を撮った。で、調べるか。調べる。アイテム多いな。登録証。この車の登録証、持ち主はジョー・シーエル。誰だジョー。あ、ジョーってバーのオーナーだね。ジョー、バーのオーナー。ジョーの車なんだこれは。っていうことは死んでたのはジョーなのかな。地図、町の地図、インクでジョーのバーに行くようにルートが書いてある。バーの住所は1060ペオリア通り。うん、何のルートだろう。あ、裏にメモが。エース、この通りに走れ。スピード違反に気をつけろよ。警官にトランクの人質を見つけられたくないだろう。え？エース、ちょっと待てよ。ジョーっていうのがバーのオーナーで、ジョー・シーゲルね。で、エース、エースハンディングって私のことだよね。バーのトランクの人質、ジョーと私は知り合いというか仲間というか。っていうことだよね。エースハーディング、なんか犯罪してたのか。トランクの人質っていうのは誰なんだろう。わからない。トランク調べた方がいいな。スナップ写真、女性のスナップ写真、かなり太っている。100キロの女性、顔に見覚えはない。この人があれかな、人質なのかな。100キロの女性、もしかして死体があったりしないよね。外に出よう。トランクを調べよう。ここだ。ん？ドアは開いている。いやいや、トランクの方。あれあれ。さあ、これ複雑だけど順番に移動していくか。これどれがどれか分かんないんだよね。
これか。あ、ベンツの後ろにもあったトランク、あったあった。これ開けましょう。鍵、まあ、鍵3でしょう、これは。鍵3。うわー、あの100キロの女性いるのかな、怖いな。嘘でしょ、なんで前と後ろで違うとかあるの。あー、鍵123合わないね。ベンツのトランク開けたいな。他に鍵がいるのか。これが車だから、これな、地下かな、これ地下っぽいね、この下のこれね。左端のこの路地に行ってみるか。横丁の薄暗い路地だ。おお、さらに前に行ってみるか。ああ、バーの前の通り。ここ行って、さらに後ろか、後ろ。開けなければいけない。あ、地下か。地下はちょっと置いておこうか。左、非常階段だ。高すぎて上がるのは無理だ。はいけないと。じゃあこれとこれだね。とりあえず左から行くか。新聞売り場の前の通り、夜が更けているにもかかわらず商売をしている男がいる。うん、手がかりになるようなことは出てないだろうか。初めて人と会いますね。話す。一部25セントだよ。取るなら下側の一番右のを取ってくださいね。新聞売りは疲れた声で言った。取りましょう。これ。新聞を取った。どうもありがとう。25セントいただきます。買ってくれたお礼にいい情報を教えてあげるよ。今しがたここに警察が来たんだ。なんでも若い女から奇妙な事件を見たという通報があったらしい。やつらはあんたにそっくりな犯人の人相書きを持ってたよ。え？なんだって？余計なお世話かもしれないけど、あまりこの辺りをうろつかない方がいいと思うよ。新聞の見出しは日本真珠湾攻撃。どうやら俺には関係なさそうだ。時代がそうなのか。さあ、さらに左へ行きましょうか。ガンショップの前の通りだ。大きな看板が出ている。ガンショップ、銃なんか持ってたっけ。あ、持ってるね。私持ってるんだよね、銃。調べる銃。今はいいか。さらにペオリア通り、
ペオリア。ブルーキャブが止まってる。タクシーのことかな。あ、アドレスに増えていくんだね。場所が。これ一気に移動でいけるのかな。ショートカットなのかな。さらに左に行けますね。あら、ペオリア通り、イエローキャブ、客を待っているようだ。なんか情報のあったところに行ってみるか。シャーマンシカゴに行きたいな。これ乗ろうか。お金足りるのかな。 20ドル札取られたしね。イエローキャブの中に入った。運転手は人が良さそうだ。うん、話しましょうか。運転手が笑顔で言った。お客さん、どこまで行きますか。え、ウエストエンド。ウエストエンドはさっきのあのジョーが書いたところに載ってたよね。ウエストエンド行くか。ペオリア通りはここでしょ。シャーマンシカゴ行きたいけどな。どっちにしよう。まずはウエストエンドに行くか。シャーマンも行きたいけど。運転手はニコニコしながらハンドルを握っている。一体タクシー代いくらなんだろうね。あ、へえ、海外ってこうなの。ペイヒアーってこう直接渡す形じゃなくてガラス窓でなってるんだね。セキュリティ対策かな。確かに治安悪いもんね。さっきね20ドル取られたぐらいだから。ここですね。運転手はそう言いながらキャブを止めた。そして言った。75セントいただきます。恐れ入りますが、右にある料金入れに入れてください。え？それ、自分でやらないといけないの。めんどくさ。75セント、コイン26枚。全部入れるなよ。全部入れるなよ。75セントだから3枚のはずだよね。オッケー。俺は金を運転手に渡した。細かいな、芸が。はい、確かに受け取りました。どうもありがとうございました。タクシー代にしては安いよね。75セント。外に出よう。マンションの前だ。かなり高級そうだ。こんなところに住むのはどんなやつなんだろう。全く羨ましいよね。これかな。開けなければ移動できない。それがめんどくさいわ。ドアを開けた。ほい。マンションの前に劣らずロビーも立派だ。白い円柱が豪華さを一層引き立てている。プライベートルームみたいな。プライベートって書いてあるね。エレベーターかな。開かない。これは叩くか。押すの代わりの叩く。なに、ちょっと、え、調べる。溝のようなものがある。おそらくカードか何かを差し込むのだろう。ああ、セキュリティのカードが持ってたね。これだね。これか。ほい。パスカードを溝に差し込んだ。エレベーターのドアが開いた。よし。エレベーターの中だ。え？またパスカード使うのかな。これ自分の部屋のところまで、階層まで行ってくれるとかそういうことか。しまった。エレベーターは自動的に動いた。すごいな、先進的だね。やがてエレベーターは止まり、ドアが開いた。
おっと、洒落た部屋だ。持ち主はかなりの人なのだろう。家具の趣味もいい。なんか女性の裸っぽい絵があるけど、なんかノートみたいなのがあるよ。グラビア雑誌エロいな。こんなものを読んでる暇はない。いや、十分時間はあるよ。十分時間はあるけどさ、綺麗な色使いの絵、とてもモダンな感じがする。煙突がないところを見ると飾りだろう。これ窓か。丸くて大きな鏡。綺麗に磨かれている。写真、女が一人で写っている。髪は栗毛色、顔は整っている。かなりいい女だ。裏に住所が520ケジー通り。名前はマーサ・ビッカーズ。120番地、ケジー通り。またタクシー乗るの？ケジー通り、マーサ・ビッカーズ、メモっておこう。写真を撮った。写真、あ、これは写真見せてくれないんだ、画像で。かなりいい女見たかったな。他には何もないのかな。本棚、この部屋にマッチしたシャンデリア。いやー、ここで一泊していきたいね。座り心地が良さそうだ。なんかアイテム落ちてたら。もうないね、でも調べるとこね。 OK、 じゃあ外に出ようか。あのキャブ待ってくれてるね。さらに乗り込むか。よくわからんが、あれ？さあ次はどこに行こう。まあ、この流れ的に言うとね、さっきのあの美人のところ、ケジー通り行ってみようか。ヤコは発進した。運転手はニコニコしながらハンドルを握っている。ここですね。さあ、お金払ってこのやり取り。はい、わかりました。バンガローだ。庭が荒れ放題、荒れている。人は住んでいないのだろうか。え、空き家っていうことか。鍵持ってないけど大丈夫かな。あ、鍵がかかってる、マジか。叩く。おい、誰いないか。ここの鍵らしいものは持っていないが、てんてんてん、持ってないけどってことを何か言ってるのかな。壊せみたいな。空き家っぽいもんね。どうすりゃいいんだろう。たまにはこれやってみるか。セルフ、ここここ、なんで自分を叩かなくちゃいけないんだ、それだけ。なんだよおい。セーブしたら怖いな。でもな、バッテリーバックアップ電池ないしな。他にはアメリカ映画みたいに銃で入り口壊す、それぐらいしか思い出せないな、思いつかないな。あとこれ、このゲーム移動にね、75セントかかるからな。コイン20枚しかないしな。簡単になんかね、コマンド式アドベンチャーみたいに迷ってっていうのはできないんだよね。
銃使っちゃいますか。迷うな。それとも違う場所に行くか、シャーマンシカゴに。二択ですね。シャーマンシカゴに行くか、銃使うか。ということで、一旦ここで区切って、晩ご飯食べながら考えたいと思います。みんなならどっちにする？それではまた、さよなら。